ちょっと待って、これこれひどくない？この組み合わせ。いやちょっと待って、スター、はい、では今回もマリオカートデラックスやっていきたいと思います。さあ、軽量でも勝てる、そんなハンゴーマイクやっていきたいと思います。本当に勝てんかな、勝てなかったらねえ、ボツじゃないけど思い切り今回のテーマに沿わないんで、まあとりあえず、おお、ねえ、あ、やべ、正面衝突。まあ正面衝突だったらまだああいう風に止まるからいいんですけどね。とタクロックのあの振り込ん、あそこで正面ショットちょっとずれちゃうとすぐ方向曲がっちゃって、まあそのまま落ちるよねっていう感じなので、ああいう正面衝突はまだいい。さあ、ここで、あ、ほらね、こういうのやっちゃうからさ、最近なんかね落下することは多くて、本当にうーん厳しいな。あー、コインも、あー、1枚取れないこれ。いやー、しかもそうそう、こういうの、こういうのぶつかってこういう風に思いっきりずれるのがきつい。今回はちょっと怪しいぞ、もうすでに。さあ、コイン、ここのも回収して、誰かの落とし物を回収して、誰かの落とし物を回収して、アイテム的にはまあ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 かなっていう。いや、これ使っといた方がいいぞ、多分なんとなくだけど。あ、でも後ろにキノピオしかいないし、キノピオなんかだいぶ遅れてるし、来ないか。で、アイテムここ回収。あのキノピオは、あれかな？コンピューターかな？もしかして。さあ、動きが止まってるぞ、みんな。赤コーラがランプしていたけど。お、危ない危ない危ない。さあ、これは多分ぶつかるでしょう。ぶつかんねえのか。よし、まあでも走り方としては悪くないんじゃない、ここら辺は。ただ出だしがやっぱり響いてるよねっていう。来るなよお父さん、お父さん来るなよ。 OK、 いやこれ自分に当たりそう、あぶねえ。さあ、前の人が何を持ってるか、あー、キノコか。そしたらもうこれは陣変えられないや。とりあえず出だしとしてはまあダメか。あ、でも半分いってんのか、10人いたっけ。はい、じゃあ続いてはビーチサーキットミラーコース。ミラーコースね、この前の、いや、ここのところの6がみんなミラーコース入ってるかな、もしかして。おうと思ったけど、ここのところの動画あれか、大会動画かどんどん続けてやってるから、まだ大会動画から開けて3日間ぐらいしか経ってないんだっけ。あー、しくったしくった、ちょっとダート踏んじゃったけど、でもまあウルトラミンターボタンもあったからいいかな。あー、踏んじゃった、あー、もったいない、せっかくそこそこ走れてんのに。でもコインが残らんねー、これ後ろ、あー、俺だよ赤コーラ。当たった上に落ちるが最悪だかな、一番。さあ、コイン、コイン2つでしょ。あー、1枚しか取れない、あんまり時間かけたくない。さあ、ダブルいって、ん、誰かがそこのダートで食らったらしい。おー、やっちゃった、負けすで長い。さあ、どうしようか、これ突破かな、そのまま。さあ、1つ、多分3つのねキノコ持っててもいいアイテム出ないと思ったから変えたけど、これはぶつかりに来ないでくるな。優しい人だ、優しい人だけど後ろにもう1人違う人いたぞ。キノコ1個に変わっちゃったか、ここで。危ねえ、あぶねえ。じゃあ、赤も3つ持ってるうちの残り1つあるし、よし、誰か食らったらしいぞ。おー、あっぶね。さあ、1個、また1個。あー、キノコもしかしたら使わないで置いときゃよかったかな、そのまま。
だと踏むと思ったし、ダブル、あっ、ドンキーダブルいかんの今の。今のはダブル取って後ろを潰すところ、誰かぶつかってきた、危ねえ。最近ああいうバックスナーも非常に食らいやすくなってるかな。あ、正直ラストアイテムでこの順位はもう無理かな、無理じゃなかったな。あ、でもそこは潰し合わないと6位にはいけない。10人だったはずメンバー。あー、またレートが若干下がる。はい、では今度はリンリンメトロ。さあ、ここは好きなコースなんだけど、なかなか電車に当たらずクリアできることないんだよな。クリア走破、走破って違うな。さあ、ちょっと部屋が重くなってるかなと。あ、これミスった、ミスったね。いやー、最高速やっぱ出ないから、無駄なミスは減らしていきたいんだけど、なかなかそうもいかないな。だってよいしょ、とりあえずここ、あーっと、危ない危ない。まあ、綺麗に曲がれてよかったねーと。あー、バナナ3つ連打しちゃった。ほら、くれ。お、あ、バナナ食われたな。いやー、ここで食われた。あー、かわいそうにこの人。あー、コイン取りながら行けばよかったな今のところ。まだ2周目だしね。さあ、今回も順位としては出だしは悪いぞ。まあ、出だしと言っていいのかどうなのか微妙なとこだけど、あ、これちょっとイン入ってこ、これもイン入ってこ。じゃあ、このスターが響いてくれるか。お、ここでサインか。ここでサインは後々が危ないぞ。あー、しかもジャンプアップしたし、バイステル。あーっと、まあいいでしょう。キノコを3つ持ってたところへの赤コーラだからまだそんな痛くない。ただコインが4枚、コインが集めてないぞ今回。ちょっと待てよスター。さあ、でも6位かな、ね、か何気に。さあ、これリンを通って、でさあ、ここでダブルを取りつつの6位は緑コーラ。さあ、これでダブルを確保。ちょっと待って、これこれひどくない、この組み合わせ。いや、ちょっと待てスター、おいスター、待て、もう珍しい言葉が出たぞ。はい、では本日ラストレースになるかな。モーモーカントリー、あれモーモーカントリー、モーモー合ってるよね。はい、コース名覚えられない実況者です。さあ、頑張っていきましょう。さあ、まずこのカーブは下手にイントロとすると、こうやってダートを噛んじゃうんだよな。もうほんとここのとこ下手ね、うまくならないね。あれもね、練習したいのな、のアイテム、ショートカット、ミスクだけよ、肩。練習したいんだけど、なかなかできないな、これだと。結構、ハンゴンバイクで跳ねれる場所があるはずで、キノピオハーバーの最初のカーブとかも本当にいい例で、そこだけはできるんだけど、他がね、できるらしい場所ができない、できないっていうか、今のところできてない。まあ、練習もしてないけど、そんなに。あー、コイン取られるね。ここで1枚でも確保したいと思ったんだけど、できなかった。さあ、こうやって後ろを見る練習とかもできたいんだけど、あー、ちょっと飛んでる。ほら、暗い。さあ、あっと、俺か、俺かってか、当たり前か、当たんない。あら、誰にも当たんない。嘘でしょ。ちょっとブーメランさ、まあ自分も使ってるから人のこと言えないんだけどさ。さあ、ダート思いっきり踏みまくってる。ちょっとブーメランがランプしすぎじゃないかな今回も。さあ、このスター、あー、前の人も持ってるとか、みんな使ってるじゃん。あ、みんな使ってるわけではなかったのか。
やつが軽量でも勝てるっていうテーマでやってるのに全然勝てねえ。今回全部レート下がったんじゃない？うわーうわーひどい。というわけで、今回のレースここまでで、こういう画面出して挨拶するの久しぶり。またやつ面白いと感じていただけたら高評価チャンネル登録お願いします。でも今回見どころがね本当に悪いとこじゃないからね。まあ、とりあえず今後も楽しんでやっていきましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。